はい、こんにちは、ピカーでございます。今日もね、お話し行きたいと思います。今日はね、なんかね、質問箱見てると皆さん本当ね、なんかあれだね、不安に思ったり、なんかこう絶望したりしてるんだねっていう人がやっぱりすごい多いよね、多いよね。これはなんかちょっとね、なんかちょっと俺おかしいなって思った。おかしくない？こんなみんな不安に思ったり絶望するの、こんな人数が。なんか若い人は本当になんかこう、やっぱり勉強で挫折するじゃん。一番以外全部負けじゃんみたいなさ。なんかまあおおよそ一番の人たち以外は全部負けじゃん。でなりたい自分があったりとかするし、やっぱそう慣れてない自分は負けじゃんで、まあ思い込んでるじゃん。で負けてることと、なんだろうな、幸せなことって違うんだよなっていうのが、まあ俺が人生を通して分かったこと、なんか俺なんか分かったこといろいろあって、これは本当にまあね、なんか幸い俺は、なんだろうな、すごいいい時からすごい悪い時まで経験して、でなんていうのかな、だからまあ社会人の人もねすごい見ててくれてて、で社会人もさ、結局じゃあアップルの取締役じゃないとサラリーマンは失敗なのかとかさ、キャリア官僚じゃなきゃ失敗なのかとかさ、ね、事務次官まで行かなきゃ失敗なのかとかさ、まあいろんな挫折感とかさ、やっぱりあの、なんだろうな、自己嫌悪感とかさ、まあそれなりのプライドの中にそういうものを持ったりとかさしてるわけじゃない。だからなんだろうな、まあ俺はそれも多様性だと思うんだよね。まあ多様性の話はいいか。だからまあそれはちょっと一つのヒント。そんなことさ、でもだからね、俺もうマジで思うの、俺なんだろうな、人生振り返って一番楽しかった時って、まあ当たり前だけど、こう今の自分より、なんていうの、伸びてる時は楽しいよね。伸びてる時楽しいのよ。なんだろうな、まあもちろん給料が上がっていくの楽しいじゃんとかいう話、給料が上がっていくのが楽しいとかさ、まあそれは当たり前の話だから、まあ置いといて、それはいいじゃん。まあみんなそうだと思うから。だけどね、もう一個楽しかった時があって、それはね、もうどん底の時で開き直った時、どん底で開き直った時はね、楽しかったよ本当に。まあなんていうの、だから開き直ってめちゃくちゃするわけじゃなく、なんだろうな、あのね、なんだろう、まあすごろくっていうところの、まあ、人生ゲームにおける振り出しに戻るってやつかな。それね、考え方なんだよね。だから振り出しに戻るとか、なんだろうな、ゼロになるとかって、いやむしろ楽しいんだよね。いやこれあの、ま、なんだろうな、負け惜しみとかじゃなくて、だってもう一回できるじゃんって。だから人生におけるこう、なんだろう、経験の積み重ね方なんだろうね。だから
からそこは大事かなって思う。やっぱりキャリア官僚でさ、一回も失敗せずにさ、ずっと積み上がっちゃったとか、大企業に入ってそこそこ行ってさ、もう自分の実力で行き詰まっちゃったとかさ、まあいろんな行き詰まり方あるわけじゃん。まあもちろんそれは中小企業で行き詰まっちゃったとかさ、うわそれダメだろお前、それやめてほしい、なんで入ってきたお前、それはダメですよ。くっさいし、しかもツーストのオイル規制した方がいいね。だから、まあ、行き詰まり方はいろいろあって人生の。だけどさ、まあ、どこで行き詰まったとしても、まあやり直すっていう可能性もあるわけじゃん。まあ、そこでしがみつく、まあ、勇気も必要だけど、だからなんだろうな、まあ、やりながらこうだからなんていうの、別の仕事をトライしてみるとか、時間はあるわけだからさ。すなわちなんかそういう時の心持ちが大事かなって。何度でもなんか やってやるって、何度振り出しに戻ってもやれる力っていうか、やれる気力っていうか、なんかそういう感じに持った方がいいかなって思う。いやもちろんそんな、まあなんか口で言うのはたやすいんだけど、マジで死ぬか生きるかだからな本当に。でもなんかことは大事だよなっていう気はする。その心持ちが大事かなって。それがやっぱり、うん、まあでもこれを本当に、まあ俺も何度もどん底、会社売却して金もなくてって、これマジで明日の家賃どうしようかなみたいなさ、いやそういうところまで追い込まれたこともあるし、いやもうマジで財布の中1000円ないっていう、いや銀行預金も、もうなんだろう、小銭下ろせないじゃんっていうところまで知ってるからさ、1000円は下りるけどさ、980円になったら下りないじゃんって、いやあと20円入れるかみたいなさ、いやまあそういうこともまああるじゃん。だってさ、だけどなんか結果それを笑い話にできるっていうことがいいっていう言うかもしんないんだけど、でもなんかそれをさ、なんか楽しんでいくっていうことの気持ちだよな。恥ずかしいとかじゃなくてさ、なんかそういうことかなって。結局心持ち次第じゃないって言いたいんだよ俺は。なんかあえて降りれば、なんかなんだろうな、なんか壺男っていうさ、山を登っていくゲームがあってさ、4時間ぐらい経ってもさ一番下まで落っこっちゃうっていうパターンがあったりとかするのね。いや俺それでみんななんかさ、いや4時間がパンだったみたいな感じを言うんだけど、いやそれ人生と同じでさ、なんだろうな、ゴールを目指して登っていくゲームなんだけど、でもう本当に最後の最後1個ジャンプ間違えると一番下まで落ちちゃうっていうさ、そういうゲームなの。まあだから、まあ、だから人生そういうもんじゃんって思ったらさ、こうなんていうの、その考え方としてそれをなんていうの、登る落ちることを嘆くんじゃなくて、そこを何度も何度も登ればいいんじゃないのって思うんだよ。目の前の一歩に集中して、落ちようが落ちまいが関係なく、目の前の一歩に集中したらいいんじゃないって思う。目の前の一歩に登ることに集中したら、でその目の前の一歩を登ることを楽しいと思えば、なんだろう、それ楽しいんだよね。いや別に本当に、なんだろう、いや俺の中では本当になんかそういう感覚はあるなっていう気がする。なんかいやもしだからいや本当に全財産なくなって明日住むところもなくなってもって、どうやって段ボール確保してって
どうやって寝てってさ、いやマジで、で、いや空き缶はどこに行けばっていうことを、いや未だに考えるよね、本当に未だに考えるなんだろう、飛行機のパイロットが、飛行機のパイロットがなんだろうな、常にこう不時着する地点をこう探しながら飛んでる、今トラブルあったらどうするとかっていうことをシミュレーションしてるっていうのと、まあ人によってはさ、そういうこと考えるとそうなっちゃうっていう人もいるんだけど、いや俺はそうじゃないと思う。それはね、まだまだ熟練度が足りないと思う。なんだろう、いやむしろ降りればいいんじゃねって思う。お金なんかさ、なんかこうわかるそういうことなんだよ。なんかお金があるから、だからお金があるとかないとか関係ないんだよね。だからそれ本当にその状況をいかに打破するためにできるかっていう訓練をすればいいんじゃないのかなっていう、今の状況をね、うん、だから守りに入っちゃダメなんだよ。守りに入ったら、いや本当にむしろ楽しくない、本当に。あ、まあこれある意味自分にも言ってる、いつも自分に言ってる、人間守りに入っちゃう、それも分かるけど、それって楽しくないなっていうのは常にある。守りに入ってると一見楽なんだよね、目の前の一歩から行かなきゃ、行かなくていいから、それ楽なんだけど、でもそこでじっとしている辛さの方が上回るよね、うん、だけどこれ本当にね悪いことなんだけど、じっとしていること本当にこう辛さってそんなにじわじわ来る、来て、ね、動けなくなっちゃうんだよね最後ね、結局。だからなんだろうな、それは本当に病みたいなもんで、みんなだからそういう病にとらわれてるんじゃねえかっていう話なんだよね。まあ俺も含めて、それって本当に落ちやすい。あのね、これ逆も言えるんだ、逆も。ある程度得ちゃった場合もそうなんだ。なんか満足しちゃうっていうのもよくない。まあね、その辺の兼ね合いはね、本当に人生難しいっすよ。まあだから逆に言えばだよ、逆に言えばその不安っていう人いるじゃん、不安。もう今本当に不安でしょうがないって。いやむしろそっちの方が正常だしラッキーなんだよね。その現状なんかぼやっとして、なんか物足りなくて、不安でもなく、いや良くもなく、なんでもないっていう人の方がむしろ危なかったりするんじゃないって思う、うん、まあ危なかったじ、危なかったりするんじゃないって話は、まあとりあえず卒側の人たちの話は置いといたとして、だからむしろ不安な人たちについては、いやむしろラッキーだよね。いやだって不安だったら努力できるもんだって。もう毎日不安でたまんないんでしょ。うわーって、もうマジで急に涙が出るぐらい不安なんでしょ。いやそれってすごい成長だし、すごいいいことだと思う。なぜならだってその不安を解消したいっていうストレスが溜まってるわけだから。だから目の前の一歩に集中すればいいんだよ。毎日毎日バイトしてさってうまくいかねえやって、うん、だけどなんか明日はもうちょっとうまくいかせようとかさ、うん、今日の自分より明日の自分の方が一歩前に進もうとかさ思えばいいじゃん。いやたとえそれがなんだろうな、まあ、そこで病気になってね、何かハンディを背負ったとしてもだよ、自分の中で明日の方が良くなろうって、良くなるためにね、今日はこれをやるとかさ、今日は一歩下がるけどって、明日のために一歩下がるってこともあるだろうしね、明日のために一歩進むってこともあるだろうし、だからなんかさ、そういう感覚は俺の中ではあるな、別に恥ずかしいとかさ、なんか日本人なんかそういうところあるよな、 この後に及んでそういう感覚、なんかそういう感覚はまああんま捨てた方がいいと思うんだよね俺。 M6 の後ろにつきます
んかね、それは思うな、そういう感覚、なんか、うん、普通が一番良くて、普通以外は恥ずかしいっていう、そんなことは全然ないんだよな、と思いますよ。そんな不安なんだからさ、手段なんか選ばなくたっていいんだよ、と思うよ。悪いことしろってことじゃない。目の前の一歩に集中して、とにかくそれを登れる訓練をするっていう。とにかくさ、人生それしかないと思うんだよな。なんか自分がちょっとできるようになるって嬉しいじゃん。その喜びだけ感じていけばいいんじゃない。なんか本当に家がなくてもさ、あ、段ボール今日見つけたからさ、って明日は段ボール2枚だ。昨日は1枚の上だったけど2枚だったって、なんかそれでいいんじゃないの。なんか俺そう思うわ。なんかそのぐらい、そのぐらいのことだと思うよ、本当に。この付近中近最終点エリアです。まあ一生懸命体裁を整える人生も、まあそれはそれでいいと思うんだよね。そういうことじゃん。いやバカみたいだなって。いや俺はバカだと思わないけどね、一個一個体裁を整えるっていう人生も。え、なぜならそれそうじゃん。だって段ボール1枚増えたのと変わらないじゃん。持ち家になりました、賃貸恥ずかしいから持ち家になりましたっていうのも、言い方悪いけど段ボール1枚が2枚になりましたみたいな話と同じような、まあまあ同じような話で、ちょっと自分の中で向上したって思えるっていうことに関して言えばそういうことなんだから、その積み重ねでいいんじゃないですかっていうことだよね。はい、まあちょっとね、言ってることがちょっとよく分かんないかなって思うけど、まあ分かる人に分かればいいかなっていう思いますね。いやー師走やね、もう本当にめっちゃ混んでるわ。まあよかったらね、チャンネル登録お願いします。